十数年前、佐世保市で3年間記者として勤務した松尾記者。かつて住んでいた市街地から標高364メートルの弓張岳を目指して登り始めました。佐世保に行った時にね、ここでお昼弁当買って食ってたもんね。食べてました。弓張岳展望所って辿ったのは当時登ったのと同じルート。登るにつれて、かつて鎮守府が置かれた軍港から発展を遂げ、5年前日本遺産に認定された港の風景が見えてきます。あれが見えてきたよ、ほら、赤崎岳。赤崎岳ね、いい山だよね。形もいいです ね形がいいね。たどり着いた弓張岳の山頂に近い第二展望台では、いい、ね、風光明媚な西海国立公園九十九島の風景が堪能できます。いや、気持ちいいですね。ね、気持ちいい。第二展望台からメインの展望所に向かいます。展望所あって、ね、上がっていきましょうか。はい、行きましょう。はい、さて、いつ見てもいいね、いつ来ても最高ここ、ね、展望所からは港を中心とした市街地が一望できます。眼下にはアメリカ海軍基地や海上自衛隊の施設が見渡せ、港を囲むようにそびえる烏帽子岳や赤崎岳といった山々が広がっています。港のさ、はい、真ん中にさ島があるって知ってた？あ、なんか聞いたことあるんですけど。どれになるんですかね。あれあれ、ほら、港の真ん中に、ど真ん中に。ああ、あります、あります。あるでしょ。あります。あれ一里島っていう。あ、一里島。島、船でこう出たことがあって、はい、やっぱり近づくと、まあそれなりでかいですよ。ああ、そうなんですね。景色を満喫した松尾記者。いい景色だったね。ね、景色綺麗かったです。いい景色で、ね、で、ここはまあ展望所なので、実は弓張岳の山頂ってこっちなんですよ。展望所からは北へ向かいます。ここにちょっと書いてあるんだけど、高射砲の、ね、砲台があったと。こっちがあの頂上なんですよね。はい、じゃあ行ってみましょう。登り切った場所にあるのは、イベントなどで野外ステージとして利用されている円形の広場。戦時中、レーダーの施設として使用されていた場所です。やっぱ平和がいいっすよね。はい、ね、ね、もう二度とレーダーとして使うようなことがないように。標高364メートルの山頂には、1945年6月の佐世保空襲でも使用された高射砲台跡も残っています。広い山頂ですよね、うん、山頂ってあの本当に、ね、こういう山だったらここが山頂だけど、まあ、こういう山もあるからね。よいしょ。弓張岳を越えて北に少し下ります。今から行くのは田島岳公園。あ、田島岳ですね。田島岳。少し歩くと分岐があります、ね、こっち、こっち方向に降りられるんですけど、前回の放送で弓張岳に登る分かれ道の一方はこの道に続いていると説明した登山道です。昔空母が、うん、
寄港した時とかは、うん、外人さんとかあ、そうなんだ乗り組みんじゃねえのかなと思うんだけど あんな船の中にさ、ずっと閉じ込めたらさ、そうですよね、やっぱさリフレッシュも、そうそう、リフレッシュしたいと思うよ。うん、標高385メートルの田島岳に向かう道は緑が多く、散策にはもってこいです。こっちは来たことないでしょ、一回も。こっちも来たことないですよ、私はもう初めてです。こっちね、あの奥弓張りとも呼ばれてる。弓張りの奥だから。ああ、なるほど。うん。どんどん登っていくと、アジサイの緑が目を引きます。だからこのアジサイの頃来ると、また綺麗。あ、ここにほら。アジサイ園って書いてある。あ、本当ですね。ね、指揮をするところ、はい、旧海軍の空戦指揮所跡の階段を上ると385メートルの田島岳の山頂です。物語ってますね。ねえ、ねえ、ね、いいでしょ、ね、こちらもまさにアイノーラの方がね、バッチリ見える、ね、松尾記者は佐世保時代の休みの日には人もあまり訪れないこの静かな公園でシートを敷いてのんびり寝転んで過ごしたそうです。やっぱ夏場でも風が吹いたらさ、もうここも風がブンブン通る感じだから涼しいのよ。私の避暑地です、ここあんまり紹介したくなかったんだよね、なんかね、当時は今離れてるからいいけどさ、ね、なんかまさか人が来てここに寝転がったら俺の避暑地が台無しになるよ、ね、さて、大きな広場がある山頂を後にして向かうのはさらに北に連なる松寒岳です。山登りが好きな人はね、ちょっと物足りないぞと、ね、いう感じがあったかもしれませんけど、まあ今からは、割と険しい、あの山好きの人が、ね、喜びそうなところに行けます、はい、ね、弓張岳から田島岳を縦走してきた松尾記者。次回はこの縦走路で一番標高が高い標高445メートルの松寒岳を目指します。